です、キントも始まります。今日ギターが違いますね。マーチン D18 というギターです。今買うと高いですけど、私はこれ20代半ばに買ったのかな、はい。そんなにね、今ほどは高価なギターではなかったですが、まあマホガニ材ですね。それにね、これが合いそうな曲をちょっと持ってきたんで、今日はねまとめてみたんで、じゃあ今日もお付き合いくださいませ。じゃあまずは初挑戦の南こうせつさんのね、かぐや姫ですね。あの赤ちょうちんっていう曲がすごく好きだったんで、ちょっとやらせてもらいたいと思います。あの頃二人のアパートは裸電球まぶしくて、貨物列車が通ると揺れた二人似合いの部屋でした。覚えてますか、寒い夜赤ちょうちんに誘われておでんをたくさん買いました。月に一度の贅沢だけど、お酒もちょっぴり飲んだわね。雨が続くと仕事もせずに、キャベツばかりをかじってた。そんな暮らしがおかしくて、あなたの横顔見つめてた。あなたと別れた雨の夜、公衆電話の箱の中、膝を抱えて泣きました。生きてることはただそれだけで、悲しいことだと知りました。今でも時々雨の夜、赤ちょうちんも濡れている屋台にあなたがいるような気がします。背中丸めてサンダル履いて一人でいるような気がします。夏メロですね、はい。まあ、私にとってはとても新鮮な時代の、曲で、まあ公衆電話はなんとかわかるんですけど、はい、そんなヤングブルナーみたいなまあでも私はまあ昭和54年生まれなんですけど、やっぱり、やっぱり遠足ね、遠足っていうか、修学旅行的な小学校の時ね、宿泊するあの旅行なんかに学校でね行くと、帰ってくるとね、教頭先生かなかなんかがね、あの忘れ物のパンツをこう広げてね、これ忘れた人出てきなさいっていうね、周知プレイっていうか、すごい教育ですよね。そういう時代になったんですよ。私出ていけるわけねえだろっていうね。でもなんか誰だ誰だっつうと顔見れば大体わかるみたいなね、はい、でもさね、そんなさ
ね、パンツに名前書いてくるようにっつってね、もう最初からさ、あのね、あのパンツね忘れ物はもう、まあ一大イベントでしたよね、うん、最初からもうね狙ってるじゃないかって、名前書いてこないこと怒られるんですよ、後で取り来なさいね。まあそんなわけで、まあそういう今違うでしょ、多分絶対そんなことしないよね、うん、でもそういう時代のあのまあ、あの人間です。では次の曲いきたいと思います。君の胸の痛みが僕にわかるといいね、無理に笑顔で別れた涙色の悲しこさてん、暮れてく街並みの中駆けてく後ろ姿を引き止められもしないで、幸せがまた一つ消えた、もう少しこの僕に大きな心があればただそれでいいんだ、いいかな、僕のそばから泣かないで、もう話はしないから、輝いてるね昔が、きっとそれは本当だね、優しくしてあげたくて優しくしてあげられなくて、分かり合えない歯がゆさを感じ始めた僕らが、愛の道しるべ探し、たどり着いた悲しい交差点、信号が変わったらやっぱり人混みの中へ消えてゆくんだね、行かないで僕のそばから泣かないで、もう話はしないから、行かないで僕のそばから泣かないで、もう話はしないから、もう話はしないから、そしたらですね、今日はね、なんだか、うん、男性がね、女性にね、うん、あのさよならって言われちゃう曲が並んでますが、まあ、うん、まあ、一応ね、歌う前にセットリスト決めてこうやるんですけど、あら、このテーマで統一できるんじゃないと
かって思う中でね、まあまあこれはオリジナル曲なんですけど、まあ3曲目にオリジナル曲やりますね。まあそれ定番化するかどうかわかんないですけど、まあ今のところそういうふうにやってますけど、うん、まあこのあの子のパンツを荒夢っていうね、まあタイトル聞いたらまあね、はい、みんなちょっとね、えって、大丈夫って。まあ、え、大丈夫ってなるってことはやっぱりどんな曲か聞いてみたいっていう人もやっぱりあって、うん、これでね、あの結構ね、あの東京でのライブにね、あの誘ってもらえることになったきっかけの曲というか、まあね、あのその中で、うん、でやっぱりこれもあのね、うん、女性になぜさよならって言われるんだろうってね、その時は分かりませんでしたねっていう感じのが並んでんのかな、うん、そう、まあ、まあそういう男の子のままでいた方が可愛かったかなと自分でも思いますけど、まあ、はい、じゃあやってみたいと思います。会社に潜り込んだ派遣社員、正直どちらも立派な職業じゃないけれど、今度ディズニーシーに行こうと約束したんだ。もし二人が結婚したらなんて想像は遊び、僕一人の稼ぎで家族は養えないから、あの子も仕事をする羽目になるだろう。この現実はってとてもプロポーズできないな。生活してみたい、僕は日勤夜勤の二交代、あの子は夜の店、昼間はあの子は寝ているし、夜は一人か共にお仕事だ。それでも二人で寝られればいいさ。もし本当にそんな事態になったとしたら、あの子は客になんて言うだろう。嘘をつくのかな、内緒にするのかな。二人だけの秘密ができるね、なんか嬉しいな。僕はそれでも望んでる。あの子のパンツと僕のパンツを並べて干してみよう。あの子のパンツを洗う夢見てる。今日やるのあのパンね、車で移動中もちょっとギター出して、あの後部座席で歌ってよとかね真面目に歌ってと言われてね、まあはい、まあ愛されたのかなっていう感じで、うん、そして、うん、まあそれ系のもう王様でしょうねっていう曲を最後にねやりたいんですけど、結構ね、まあ、私もこの歌でちょっと話すと、私も若い人になっちゃうんですけど、あのね、あの吉井久蔵さん、これで好きになりましたって若い人がいるとかっていうね、トモコっていう曲、間違わないでできるかな、間違わないでつまずかないでね、やってみました。
トモコと二人で暮らしてた頃、ハッピーでナウな日々だった。買い物に行ってきますってトモコ、あ、行ってらっしゃい、気をつけてねって私。それっきりかれこれ一年にもなるべか、買い物に行ったっきり一年も帰ってこないおなごってどこにいるもんだべか。寂しくて恋しくて、トモコの履いてたパンティいつもほんずりしてるの。たまにかぶって歩いたりしてるの。トモコ歯の綺麗な人嫌い、髪の毛きちんと分けてる人も嫌い、男のくせに大デコロンつけてる人大嫌い。トモコどんな汚い格好でもいいの、心の綺麗な人ならって言うから。私1年くらいだべか、歯も磨かないで髪の毛ボサボサで、風呂なんか入ったこともねえ。したらトモコ汚すぎるって。トモコ探して旅に出た。盛岡、仙台、福島、山形ぐるっと回った。トモコの田舎秋田だって聞いて秋田訪ねて行った。そしたらアパートの管理人が出てきて、ああ、その人ならたった今引っ越しましたよ、どこ行ったか分かりますかったら、青森に行くようなこと言ってましたよって。青森訪ねてみれば別人ですんごく綺麗だったりして、秋の函館でトモコのいるところ分かった。アパートの下からトモコこれだよったら、トモコ窓から顔ベローっと出していきなりわーっと泣いて、どうしたのトモコ、大きなお腹して食べ過ぎたのったら、子供できたのって、あれ誰の子供なのって尋ねれば知らないって、涙こ一つポロッと流して、かわいそうなトモコ、あれから3回目の秋だ、トモコが死んでから3回目の秋だ。この歌をあなたに聞かせたかった、この歌をあなたに聞いて欲しかった、この海の向こうに旅に出た君に間に合わなかった花束の代わりに、あなたのために作ったこの歌、二人の愛の歌、あなたに聞かせたかった、でも今はいないあなたに嘘かった、ラブソング、この愛をあなたと育てたかった、この胸をあなたに打ち明けたかった、あの星の向こうに旅に出た君に渡せなかった指輪の代わりに、あなたのために作ったこの歌、二人の愛の歌、この愛をあなたと育てたかった、でも今はいないあなたに遅かったラブソング、ララララトモコ、ララララトモコ、遅かったラブソング、これで金玉終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。朝飯は